こんばんは、ミントです。今ちょっとセブンに寄りまして、で寄ったついでにちょっとスイーツのところとか見たら、なんか結構抹茶のものがありまして、でもしかして他のコンビニでもまた抹茶のものあるのかなと思って、で行ってみたらそんなにはなかったんですけど、ちょっと買ったものを並べてみました。で買ったものがこれセブンで、濃厚口どけガトーショコラの抹茶、抹茶チョコレートバーと、4層仕立ての抹茶ティラミス氷と、とろける滑らか宇治抹茶レアチーズ、これファミリーマートのクリームたっぷり宇治抹茶のプリン、プニホッペの宇治抹茶、かわいい、うんってやってて抹茶じゃないんですけど、これ毎回ちょっと気になってて、クリーミーバームケーキ、クリームブリュレ風チョコミントのアイス、これミニストップで買った西尾抹茶チョコモナカ、これもミニストップのごまアイス、これごまと、あともう一つも白いのが2個出てまして、私黒ごまが好きなんでこっちを買ってみました。とショコラ抹茶食べてみます。あ、こういうなんかね、入れ物に入ってます。開けた瞬間やっぱすごい抹茶のいい匂いです。フォーク付きです。見た目からしても濃厚っぽい感じです。美味しそうあ、すごく濃厚、美味しい。これとろける滑らか宇治抹茶レアチーズ、あ、こう上がね、宇治抹茶ホイップ、宇治抹茶レアチーズで、下がビスケットになってます。こう美味しそうです。すごいもうふわふわです、ホイップが、あ、すごい美味しそう。あ、すごい美味しいです、レアチーズの抹茶、宇治抹茶のプリン、すごいです。なんか生クリームがダブル、クリームたっぷりおお、抹茶のホイップは結構渋めで、抹茶のプリンは結構滑らかで、で下にねカラメルソースが入ってるんですけど、これとうまく絡まっててね、なんかもうすごく美味しいです。うーん、美味しい。これ小豆が、あ、小豆が見えました、見えますかね、小豆がね入ってます。うーん、うわあ、小豆プニホッペ、かわいい、すると、あ、すごいですすごい抹茶の緑、すごいです、綺麗、割れるかなうーん美味しそう。もちもちふわふわ美味しいこれ美味しいです。食べやすいのでもうペロッと食べちゃいました。クリームブリュレ風、気のせい、これ顔になってます。これが目でね、口見えますかね、うん、見えて、食べやすいに切り込みが入ってます。優しい、わー美味しそううん、パリパリブリュレではないんです、なんかしっとりブリュレかな、でも美味しいですふんふんふん、西尾抹茶チョコモナカ見てください、すごい抹茶のモナカ、綺麗緑、え、なんかずれた、開くのかな、あれなんかモナカだけ取れちゃいました。こう見るとチョコレートみたいに見えますマッチャのモナカ美味しい、
ちょっとね分かりづらいんですけど見えますかね、このお腹の間にあの抹茶のチョコも挟まってて、これ美味しいです。すごい本当抹茶のもなかって感じ、美味しい抹茶ティラミス氷、なんかあ、開けると、あ、すごい、見てください、すごいです、抹茶温泉仕立てなの、へえー、あ、ちょっともう溶け気味、うん、あ、うん、おいしい、下の部分どういうふうに四層仕立てなのかな、何が入ってるか分かんないですけど多分小豆かな、おいしいですこれ、うん、ごまいす、これちょっと前からなんか出てまして、でずっとね気になってたんですよ、わすごいです黒ごま、あすごいそうこれ、え、すごい、わ、うん、うーん、うーん、すごい美味しいです、白の方もねちょっと食べてみたいと思うぐらい美味しいです。これねでもちょっとお値段がね結構いい、結構ちょっとお高めなんですよ、これね302円するんですけど、でもねうん、これ美味しいです、コンビニスイーツたくさん美味しかったです、ごちそうさまでした。